皆さんこんにちは、 JAXA の野村健太です。よろしくお願いします。今回は皆さんと宇宙と空を調べるためにはについて考えていきます。では早速行ってみましょう。皆さん、空や宇宙を調べるためにはどのような乗り物が使われるか知っていますか？少し考えてみましょう。多分皆さん、ロケットや飛行機、ヘリコプターなどが思い浮かんだのではないでしょうか。もちろん今上がった乗り物は宇宙を調べるために使っています。しかし実はもう一つ忘れてはならないものがあります。それは気球です。 JAXA も宇宙や空の観察を行うときに気球を使っています。意外ですかね。大きいものだと直径108メートルにもなります。100メートル走できちゃいますね。この気球を大気球と言います。宇宙や空を調べると言いましたが、そもそも宇宙とはどこからなのでしょうか。宇宙は国際航空連盟というところで、ここから宇宙だよっていうのが決まっています。皆さんどこからだと思いますか？急に言われてもよくわからないと思うので、6つ選択肢を用意しました。 10km、 皆さんのいるところだとどこぐらいになりますかね。あ、もちろん高度です、高さですよ。 50km、 100km、 400km、 いやそんな近くないよ。 36000km、 38万km。 皆さん、どの高さから宇宙だと言われているでしょうか。少し考えてみてください。いやー、全然予想もつかないと思ってる人もいるかもしれませんが、これはあくまでも人間が決めたことです。宇宙人がもしいるとしたら、宇宙人化すると我々がいるこの地球も宇宙になります。気軽な気持ちで予想してみましょう。はい、皆さん予想できたでしょうか。では答え合わせをしていきましょう。何か2つの山が見えてきましたね。そうです、低い方の山が富士山の高さです。高い方の山がエベレストの高さになります。皆さん、これヒントになりますか。さあ、では早速答え合わせをしていきます。一つずつ見ていきますね。 10km、 ここは飛行機が飛んでいるところです。飛行機に乗ったことある方はわかると思いますが、下とかに雲が見えましたね。雲はおよそ 5km から 13km の高さにあるので、まだまだ宇宙ではありません。では 50km です。オゾン層が見えましたね。そうです、オゾン層は 20km から 50km のところにあります。太陽の有害な紫外線というものから私たちを守ってくれています。また隣に気球が見えていますね。そうです、 JAXA の大気球は実は 50km ぐらいまで上がっていきます。意外にも飛行機よりも高く上がっていくんですね。ここもまだ残念ながら宇宙ではありません。それではどこからが宇宙なのでしょうか。さあ、 100km、 おめでとうございます。その通りです、 100km からが宇宙と言われています。ここぐらいからですね、空気がなくなるところと言われているんですね。当然 100km の付近は空気がものすごく薄いですが、ここからが宇宙と言われています。じゃあそんな空気のない 400km には何があるんでしょうか。そうです、今も宇宙飛行士が住んでいる国際宇宙ステーションという宇宙のお家があります。
36,000km は日本のことをじっと見つめてくれている気象衛星のひまわり、そして38万km は夜空に輝く、そうですね、月があるところになります。さあ皆さん、宇宙はどこからか予想できたでしょうか。まあ、なんとなく 100km からが宇宙だなっていうのを分かってくれればいいかなというふうに思います。さあ宇宙はどこからかっていうのもなんとなく分かりましたね。ではここから大気球について詳しいこの方に登場していただきましょう。古賀さん。はい、野村さん、ありがとうございます。私は JAXA の古賀と言います。先ほど野村さんが言ってくれた通り、大気球は高度30キロから50キロメートルまで上がっていきます。さらにただ上がっていくだけではなくて、そこに数時間から長いものだと数週間滞在をして、安定していろんな観測を行います。さらにさらにロケットよりも安い費用で、さらに人工衛星を開発するよりもより短期間で観測をするという良さがあります。つまり大気球実験を使うと、さまざまな、そしてチャレンジングな実験をすることができます。今皆さんが思ってくれている通り、宇宙を研究するにはこの大気球というものが必要不可欠になっています。でもこんな直径100メートルもある気球どうやって上げてるのと思うんじゃないでしょうか。その秘密は気球の中にある気体にあります。この大気球の中には、皆さんの周りにある空気よりも軽いヘリウムという気体が、入っています。ちなみにこのヘリウムを吸ってしまうと声が高くなるというものをこう知ってる人もいるかもしれません。つまり、周りの空気よりも軽い、ヘリウムによってこの大気球が、上空へと上がっていくのです。ちなみにこの写真にはたまたま人が写っていますが、実際の打ち上げの時には人は乗っていきません。それでは実際に大気球が上がるところを見てみましょう。大気球実験は北海道大気町にある実験場から打ち上げられ、宇宙の観測を行ったり高いところの空気を調べたりしています。実験を終えると、実験装置を切り離しパラシュートでゆっくりと海に落としていっています。それと同時に気球もゆっくり海に落としています。海に落とした実験装置や気球は漁師さんたちと協力して回収をしています。皆さん、大気球の秘密は分かったでしょうか。はい、では、野村さんにお返しします。古賀さん、ありがとうございました。大気球すごいですね。でもあまり自分の生活と関係ないなと思ってる人もいるのではないですか。しかし皆さんの身近にも気球はあるんです。それは熱気球です。なんとなく見たことある人もいるんじゃないでしょうか。では熱気球にはどのような気体が入っているんでしょうかね。さっきの大気球と同じようにヘリウムなんでしょうか。実は熱気球に入っているのはヘリウムではありません。なんと身近な空気が入っています。じゃあその空気だけじゃ上に上がらないんじゃないのと思う人もいますよね。そうです、皆さんの周りにある今のここにある空気では熱気球は上がることができません。じゃあどうすれば上がるかというと、その熱気球の中に入っている空気が温められると上に上がっていきます。必要なものはあまり手に入らないヘリウムではなく温められた空気、なんだかできそうな気になってきませんか。ということで皆さん、これから熱気球を実際に作っていきましょう。大丈夫です。作り方はこれから説明していきます。それでは皆さん、早速熱気球を作っていきましょう。それでは熱気球を作りに実験棟へ移ります。
今回は JAXA の鈴木さんと高村さんに実際に作ってもらいます。それでは早速いきます。まず養生シートを2つ折りにします。そうですね、このようにチームでグループで一緒にやると簡単にできますね。初めから2つ折りになってる場合もあるので注意してください。さあ、このように2つ折りにすると奥の方はもうすでに折ってある場所なのでくっついています。そして手前の方はペラペラです。左右も当然ペラペラです。なのでこれを大きなビニールの袋にしたいので、そのペラペラしている左右の部分と手前の部分をテープでしっかりと留めていきます。では高村さん、鈴木さん、テープでしっかりと留めてください。お願いします。ではこのペラペラしている左右の部分と手前の部分をしっかりとテープでつけていきましょう。さあ、穴が開いてると空気が漏れてしまうので隙間がないようにしっかりとテープで留めていってください。はい、テープでつけたのでこのように大きな袋になりましたね。高く熱気球が上がっていきそうです。大きな袋ができたら空気の出入り口を作ります。使うものはこちらの A4 の紙です。まずこの紙を4等分になるように折ります。はい、ありがとうございます。広げてください。今回分かりやすいように1、2、3、4と番号が書いてあります。そしたらこれを2と3の間のところをハサミで切って2枚に、小さな紙が2枚になるようにします。はい、 OK です。そしたらそれぞれの紙を半分に折り丸くして筒を作りましょう。この時にドライヤーの口が入るような大きさになるようにするために事前にドライヤーの口に当てておくといいと思います。そうですね、このような形で、はい、ドライヤーの口に合うように筒にしましょう。この筒が2個出来上がるということです。空気の出入り口の筒ができたらそれをビニールにつけます。すべて今閉じている状態なので空気の通る穴を2つ開けます。筒を入れる穴を開けるんですね。それはハサミで底の部分を穴を開けてください。さあ、ビニールに穴を開けて筒をつけられましたね。ではこれをテープでちゃんとくっつけておしまいになります。これで気球の完成です。もし時間が余ったら気球に言葉や絵を先ほどの油性ペンで描いてみましょう。じゃあ今回も少し絵を描いてみてください。さあ、絵を描くと自分たちだけのオリジナルの熱気球の出来上がりです。さあ、では絵も描けたところで早速打ち上げをしてみましょう。片方の穴から空気を入れていきましょう。まず最初は暖かい空気ではなくて冷たい空気を入れてみてください。さあ、飛ぶでしょうか。やってみましょう。はじめは冷たい空気を入れていきましょう。それではパンパンに膨らんだら3、2、1、GO でいきますよ。いきます。3、2、1、GO。 やはり冷たい空気だと上まで行きませんね。では今度は暖かい空気でやってみましょう。さあ、暖かい空気がパンパンになってきました。もしかしたら、あ、そうですね、空気の出口から手を触ってみるとそこから出てくる空気の温度は冷たいでしょうか。お、パンパンになったので3、2、1、GO で
もう一度温かい空気で行ってみましょう。行きますよ。3、2、1、ゴー。はい、皆さんまた戻ってきましたね。皆さん熱気球を飛ばしてみてどのようなことに気がつきましたか？温めた空気を入れたらすぐに上に行ったよっていう気づきや、熱気球は上に上がっていったら少ししたら地上に降りてきたよっていう気づきなど様々あったんじゃないでしょうか。ここで疑問が浮かびますね。でもどうして熱気球は地上へと降りてきたのでしょうか？ではよく熱気球を見てみましょう。少し空気が抜けたようにも見えますね。一体何が起きたのでしょうか。そういえば以前習った学習で空気が冷やされると体積が小さくなるということを学習しましたね。もしかすると天井で熱気球の空気が冷やされ体積が小さくなったのでしょうか。地上で温められた空気が上に行き天井で冷やされて降りてくる。空気はどのように温まっていくのでしょうか。では皆さん、今回はこの課題にチャレンジしてみましょう。空気はどのように温まっていくのか、この課題に対して予想をして、さらに皆さんで実験方法を考えて結果を出して考察をして結論を導き出してみてください。それでは皆さん、この問題を解決していきましょう。さあ皆さん、結論は出ましたか？おそらくこのような結論出たと思います。空気は熱したところから上に上がり、代わりに上の冷たい空気が下に沈むというように、空気が動くことによって全体が温まるというような結論を導き出せたのではないでしょうか。空気はどのように温まるかということが分かりましたね。最初に戻りましょう。じゃあ空気がどのように温まるかということが分かったので、じゃあどうして熱気球が上がってそして地上に降りてきたのかっていうのを考えてみましょう。さあそれはどうしてでしょうか。今実験をした知識を使って説明できそうですか。少し考えてみてください。はい、皆さん考えられましたか？熱気球の中に温められた空気を入れるとどうなっていくのか、ちょっとここで解説していきますね。熱気球の中に空気を入れると中の空気はどんどん大きくなっていきます。その分軽くなって上に上がっていきます。しかし上に行くと暖かい空気は冷やされ、空気は小さくなっていきます。すると下がってくるんですね。皆さん、空気の温まり方や熱気球の仕組みの謎解けましたね。実は JAXA の大気球でもこの学びが使われています。
このことは気球に詳しいあの人に聞いてみましょう。古賀さん、お願いします。はい、実は JAXA の大気球でも今皆さんが学んだことが使われています。JAXA の通常使っている気球では、日が沈むと太陽光が当たらなくなって、大気球の中の気温が、下がってしまいます。そうすることでだんだんと大気球も下がっていってしまいます。そこで、最初から、積んである鉄の粉を徐々に落とすことで、この気球の機体を軽くすることで飛び続けられるようにしています。まあ、この粉は、当たっても痛くないですし、自然にも優しいものになってます。このように、太陽が当たらないことで、ヘリウムの気体の温度が下がってしまう、この問題を解決するために、気球の中にヘリウムを入れて、閉じ込めた後に、日が沈んでもしぼまないというスーパープレッシャー気球というものを開発をしています。しかし気球にヘリウムガスを閉じ込めるのでは膜に大きな力がかかってしまいます。そうなると気球の膜を厚くしなくてはいけません。ですが厚いと逆に今度は気球が重くなってしまって高くまで浮くことができません。実現に向けて膜をどのようなものにするか、そして気球の形をどういうふうにするか、そういう研究が今も進んでいます。もしかしたら今日皆さんが学んだことがこれから生かされるかもしれません。期待しています。はい、古賀さんありがとうございました。このように皆さんが学んだことっていうのは社会とかあと仕事とかで生かされてるんですね。必ず次の学びもこういう社会とか仕事に生かされることだと思います。これからの学びも頑張っていってください。それでは今日の授業はここまでです。ありがとうございました。